していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。坂本デイズ、シナリオは、超絶イケメソ殺し屋だった主人公の男が、なんやかんやあって奥さんに一目惚れしたことを、ケーキに殺し屋を引退、超絶太って、スラムダンクの安西先生化した後に、その主人公のお店に、昔の射程とか、商売敵とかが現れるようになって、そいつらのケツを拭いたり、うざがらみをなんとかしたりするというコメディ漫画、おまんじゅうの偏見だが、この漫画はとりわけて何か引きが見つからない作品であり、どんな漫画でもワンチャンジャンプで連載できるし、アニメ化も狙えるし長期連載もできる可能性があるから、腐らずに頑張れるリソースが残っているなら頑張り続けるのも選択肢かもしれないなって思える作品。単純におまんじゅうはこの漫画が売れる理由、このレビュー動画で、ここが高校だったから多分売れたんじゃないのかなってネタが差し込めない。だけだっていうおまんじゅうが無能ってことを言いたいだけなのぜ。この手のエンタメとかのコンテンツってのは、最終的に個人の感想、好みによる、ということに収束するから、こればかりは、ガチャを回し続けたりすることが売れるかもしれない要素であるとしか言えないのぜ。というのは鬼滅の刃ってギネス並みに文芸作品があって、化け物発行部数を記録した作品があるんだけど、その漫画って、作画もシナリオも尖っててめちゃんこ面白いの。ただし、ジパング人のバイブルであるハンターハンターと比較するとどうなのってなっちゃって、これはもう単純に売り上げと面白さに相関関係はないってことなんだけど、まあ、漫画に限らずアート作品とかでもなんでも、絶対的正解のない完成の商品って揺らぎが大きいよねって話です。決してこの漫画が面白くないって言いたいわけじゃなくて、作画もシナリオもジャンプっぽいし、この漫画がマガジンとかサンデーで連載されていたらちょっと違和感を感じる。とてもジャンプっぽい漫画だし、ちゃんと女性向けにイケメソがたくさん出てくるし、主人公も痩せるとイケメソという手におはができているし面白くないわけでは決してない。あと、この作家が作画力がガンガン上達していって、ジャケットへのネオンカラーの使い方とかセンスがあるのぜ。そんな感じの面白い漫画、S ランクモンスターのベヒーモスだけど猫と間違われているウルフ娘の騎士として暮らしています。人類を守る騎士だった我が輩の男が主人公。こいつがなんやかんやあってベヒーモスの幼体なるニャンコに転生。ここからなんやかんやあって、メインヒロインのエルフのところに転がり込んで、このエルフのサポートをするというシナリオ、この手の転生したら剣でしたとかもそうなんだけど、メインヒロインがいて、そのメインヒロインをサポートするって部分がメインシナリオで、主人公が俺杖する漫画ではなく、どちらかというと推し活に近いジャンルの漫画、でこの手の主に男性が作った推し活漫画って、しっかり飽きが来ないようにかなんかわからないけど、メインヒロインのキャラデザが多分、作者が最も好きな性癖を体現したキャラデザしてあることが多いから、転生したら剣でしたもそうなんだけど、ヒロインがクソ可愛くできててべね、制服フェチでもトイレットペーパーフェチでも、とにかく運良くフェチが存在するなら、例えば、ハンターハンターの発行部数から印税を計算して、舌打ちをする仕事をしているマエストロである平野幸太なんかは、確か、巨乳金髪メガネイルフが好きって言ってて、ちゃんと巨乳金髪メガネイルフ出てくる作品作ってるし、フェチがあるなら絶対フェチを貫いた方が読者に、ポジティブな印象を与える確率が高まると思います。この漫画のシナリオはチートになったトラニャンコの主人公が、金髪巨乳エルフのラッキースケベをたしなみつつ、サポートしつつ迷宮で冒険者をするというレベリング漫画、転生したら剣でした。多分この漫画が後の無機物転生なろう系作品の大元となった始祖的な作品だと思われる大御所作品。基礎的な作品なだけあって、作画にシナリオにと、月のなき優秀な作品しているし、無機物もの書きたいなら、まずはこれをお手本にしろって作品なのぜ。シナリオはタイトル通り異世界転生したら、インテリジェントウェポンのディムロスに転生した現代ジパング人の男、こいつが念動力を駆使して、初期スポーン地点のラストダンジョンみたいなところで、パワーレベリングをしまくってオレツエをしていたところに、奴隷のニャンコ獣人の幼女を発見、そいつを保護して、親代わりにニャンコを育てつつ、そのニャンコのサポートを始めるというシナリオ。普通にシナリオとしてよくできている部分は、やっぱ獣人好きなんすねーって部分が、しっかり伝わるフェチができている部分。次にシナリオとして、主人公の剣はチートだが、剣を使うニャンコはチートではないので、主人公とヒロインを引き剥がせば、ピンチの演出ができるって部分は革新的。圧倒的に俺杖って作品もいいんだけど、チートすぎるとピンチの演出作れないし、かといって、とある魔術のインデックスのように、チート封印能力者を当てるって設定も使い古されている手法だしって感じで、まあ、この漫画でもう、武器とヒロイン引き剥がせばピンチシーン作れるやんっていうのは、テンプレ化しちゃったけど、
この漫画を読んだ時は新鮮だったって話です。全体的にヒロインが介入するシナリオが中盤以降のシナリオになるんだけど、それらのシナリオがしっかり面白くなるように作ってあるし、作画担当のヒロインの女の子のキャラデザがガチで可愛く描けているし、ヒロインの性格設定こそ可愛くできてて、男性が感じる女性的嫌味が一切ないし、これぞ男性向け推し活漫画って感じ。ごい数な作品、虚弱霊嬢と吸血鬼公爵の仮初めの婚約、一番初めにこれくらいのシナリオと作画できたら次も連載来るかもしれないというおまんじゅうを上から目線にさせる感じの漫画。シナリオも作画も発展途上で凡庸といった感じだが、何事も新人にチャレンジさせることが大事なんじゃないかなという感じの漫画。シナリオは人族と吸血鬼がいる世界で、家族からシンデレラされて育った女貴族が主人公。こいつが義理のクズ母の嫌がらせによって吸血鬼の家に嫁ぐことになったら、その家が当たりの家でカマセイヌたちに邪魔されましたが、最終的に末永く幸せに暮らしましたとさ、というテンプレ作品。虚弱霊嬢という部分はクズ母から常に毒を盛られていたが、毒耐性を持っていたので虚弱体質になるだけで済んだという感じの設定。まあこの毒を盛られているって部分は嫁いだらなくなるので、すぐに虚弱体質ではなくなるが、この品質の漫画に細かいツッコミは入れてはいけない。とても好感が持てる部分はこのシナリオで3巻はきついだろうってところを、ちゃんと2巻で綺麗に終わるように作ってある部分であり、新人に発表の機会と連載の機会を与えることは今後に怪獣8号だったりスパイファミリーのような傑作を生む土台を作るのでとても大事だと思える。両方とも初期連載で大爆死した作家たちなのぜ。とりわけスパイファミリーの作家って月下美人って漫画作っているんだけど、とてもじゃないけどこの作家が後にスパイファミリーを生み出すなんて思えない。というわけで月下美人、後にスパイファミリーなる超絶ウルトラ人気作品を生み出す作家が作ったロケットで突き抜ける初期作品。一応5巻まで連載が続いた作品だからロケットで突き抜けてはいないのぜ。内容はかぐや姫プラスナルト、この漫画が連載していた当初に人気だった作品をインスパイアして2匹目の土壌を狙う作風の作品。何度も何度も人気連載をする漫画家もいれば、1回人気連載を獲得したけど次に侍もの作って大爆死した作家もいるし、お上手に人気作品のテイストをインスパイアして成功する作家もいれば、パクればいいってもんじゃないって作家もいる。当たるかどうかは神の味噌汁って話なのぜ。シナリオは月のかぐや姫である、おてんばなナルトっぽい性格の女の姫が主人公。この月の世界でクーデターが起きて、かぐや姫は平安時代風サイバーパンク世界の地球に脱出ポットで不時着。そこからクーデターによって帝の主人公のカッチャマが捕らえられてしまったので、地球人の仲間を集めつつクーデターに対抗するというジャンプ風バトル漫画。作画とかネオ大江戸みたいな人影で作られた携帯電話とか車がある。街のデザインは平安風なんだけど、テクノロジーは SF って感じの世界観の漫画で、メインヒロインの女の子がバトル漫画するって感じのジャンプ風漫画。読んでて面白くないわけじゃないし、作画も新人にしてはお上手、シナリオもナルト風で悪くはないが、いまいち引きに欠ける作品。決してつまらなくはないのぜ。ただ不特定多数の読者を引きつける圧倒的な引きというか、その漫画しか出せないような魅力が欠けている作品なのぜ。多分なんだけど内容がどっかで見たって既視感が拭えない作品だったからじゃないかなって思う。スパイファミリーなんかはどっかで見たって感じがないし、ジャケット絵もセンスがあるし、スパイファミリーも映画のミスター&ミセス・スミスって感じで、そこまで新規性があるネタじゃないんだけどね。でも群抜に面白いし、この作家しか出せない引きだったり魅力がくっそ詰まった作品なんだよね。どうでもいいんだけど、かぐや姫の話で某有名株のことを思い出したからその話していい？いいのぜ。某有名株って時代がデフレに入った時から高コスト体質が課題で、このままだと真綿で首を絞めるように会社の経営規模が少なくなるだろうって予測されていて、高コスト体質というのは店舗型の企業からの貸し店舗だったので、その部分が売上にくっそ響いていて、いわゆる経営の無駄がめちゃんこあった会社なので。で、その時代って完全に二極化してて、勝ち組企業は一元さんお断りの超絶高級志向のお店か、ニトリやイケアのようなスーパー格安店舗にするかの二択だったわけ。だから有名株の正解は、1、メイン企業の部分はダウンサイジングを図って、メイン店舗はより高級な匠有名を目指す。2、ダウンサイジングをする過程で生まれる余剰資金を使って、あれに小規模な実験店舗、有名株プレイみたいな小規模店舗をやらせてみる。が正解だったと思うんだよね。ちなみにあれの思っていた有名株プレイは大爆死したのぜ。ジパングにミドルアッパーなんて需要はなかったのぜ。ただあれにやらせてあげるっていうのが大事で、人間というのは健能な生物だから、
敗させてあげないと学ばないわけ。で、生地家が太いところのやる気のある無能には、残念ながらコストを払って自分はやる気のある無能だったんだって、自覚させるイニシエーションが必要だから、何億も溶かすけど、今後の家族の安寧のために、イニシエーションコストを払う必要があるんじゃないかなって思うわけ。イニシエーションってのは子供が大人になる過程で、例えばライオンが子供のライオンを先人の崖から落とすとか、そういうことを表したり表さなかったりする造語なのぜ。ただ、有名株っていうのは親族ワンマン経営のお店で、そういったことができる風土のない会社だったから、なぜか、全店舗すべてこれからは有名株プレイにします。っていう意味不明な泥沼の戦いを始めた結果、内部分裂をして、柔軟な思考と行動力に欠如した企業だったんだなって思いました。丸、これは、経営者がそういった柔軟な思考や発想、選択のできる経営者ではなかったからなので、何をもって有能か無能かってのは個々人の評価に分かれる部分だけど、ワンマン経営者ってのは、他人の意見を聞かないから成功するんだけど、他人の意見を聞かないから失敗するのぜ。ちなみにアレな人が再起を図った有名企業バーには、最終的に大手家電メーカーに吸収合併されるという超絶大爆死をしたという、経営を立て直せなかったという点では無能な経営者と評価できるわけ。例えばアメリカでトゥインキーズってお菓子があって、一度経営破綻をしたんだけど、なぜ経営破綻をしたか?っていうのは高コスト体質だったからだよって言ってたおじさんが経営者になったら不死鳥のごとく大復活をしたのぜ。そんな感じで企業が伸びるかどうかってのは往々にして経営者の自力が試さされるのぜ。で、どうでもいいんだけど、あれな人のインタビューを見たらさ、私は悪くねえ私は悪くねえって言い訳なインタビューがあってさ、企業が再建できなかったのはマスコミや敵対的な奴らのせいだ。元の経営者が年寄りで頑固で意味不明なことを言っていて、論理的にコミュニケーションができなかったから失敗したんだとか、マジでこの人何一つ学んでいないな。っていうか、こんなにコスト払ってイニシエーションしてもらったのに、やる気のある無能だって、最後まで自覚できない人だったんだなって思いました。マスコミを入れると、そもそも、マスコミとか株主を巻き込む前の、家族会議でちゃんとコミュニケーション取れよ。インタビューで相手の価値観に寄り添うことが大事だとか、言ってんじゃんって思ったし、だったらお前の顔を通すんじゃなくて、創業者の人生や価値観に寄り添えよって感じだし、目先の利益しか考えない奴らとか敵対的な株主によって潰されたって書かれているけど、ほとんど誰も、自分の株が紙くずになることを、望んでいる奴らはいないわけ。だからこの人の言う敵対的なとか短期的なってのは、言い換えると、いわゆる全部ディープステートのせいって言っている奴と同じで、自分の価値観に反抗する奴は全員敵対的な、だったり短期的な奴らなわけ。全部、自分主導での話なのぜ。凄まじいくらい徹底しているあれなのぜ。全部が全部自己都合の良い言い訳や解釈に溢れていた。うわ、こいつマジでやる気のあるあれだなって。凄まじいインタビュー記事だったのぜ。恐怖におののきたい人向けに概要欄に恐怖のインタビュー記事を貼っておきます。まあ、株式を投資していた投資家は自らの経営判断がクソで、あれの案に乗っかって、自ら株券をケツを吹く紙にもなやしない紙くずに錬金したし、因果応報なのぜ。